私たちの居場所や周りを示すための地名、その由来を探っていくと、地域固有の自然や歴史、人々の生活など様々な事柄が浮かび上がってきます。世田谷区で1-2のにぎわいを見せる三軒茶屋。その地名はかつてこの町に三軒の茶屋があったことに由来するというのがほぼ定説になっています。ところでその三軒というのはどういう店だったのでしょう。それを探っていくとこの町のいろいろな顔が見えてきます。三軒茶屋の地名の起こりはだいたい元禄年間1688年から1704年の間だろうとされています。とすると江戸時代にはすでに三軒の茶屋がこの地にあったことになります。この町が江戸から各地へ通じる交通の要衝として栄えていたことを示す道標が、多くの人たちの努力で三ツ俣交差点角にあたる元の位置に戻されたのが昭和59年。左相州通り大山道、右富士世田谷上戸道。かつての大山道は現在の国道246号線となり、上戸道は世田谷通りになっています。大山道はその昔雨乞いの神を祀る阿夫利神社へ通じ、農耕に従事する人々などが通い、上戸道は初期の大山道でもあり、上戸方面へ通じる重要な街道だったのです。その2つの街道が交差するところにあったのが田中屋、信楽、角屋という3軒の茶屋です。どの店も単なる休み茶屋とは違い、立派な構えの料理茶屋だったようですが、角屋については一番早く辞めたということ以外何も分かっていません。伝来は不明ながら、坂本龍馬の肖像写真の残る信楽、この店は江戸時代とともに終わり、明治元年あるいは2年に太子堂にあったとされる石橋屋が営業権を買い取り、名前も石橋屋と変え、旅宿として営業を始めます。明治14年にはこの辺りでうさぎ狩りをされた天皇もお休みになったという石橋屋の歴史がしばらく続きます。しかしこの店は明治以降急速に変化し始めた三軒茶屋という町の歴史を象徴するかのように、以後さまざまに営業形態を変えていくことになるのです。明治の半ば頃になると世田谷には多くの軍事施設が作られ始めます。そして三軒茶屋周辺にも31年に大兵営軍が設営され、軍事関係者が退去してやってきます。そこで石橋屋は軍人や兵隊が利用できる場所として明治31年建物を2階建てにし、単なる旅宿から宴会場や社交場を持つところとなり、名前も石橋楼と改めます。そして明治40年渋谷と多摩川を結ぶ多摩川電気鉄道、通称多摩電が開通します。と同時に沿線の宅地開発も進み、三軒茶屋は世田谷における商業の中心地的な色合いを一層強めていきます。その中にあって石橋楼はまさに町を代表するところだったのです。三軒茶屋はさらに変わり続けます。そして明治とともに始まった石橋屋も、大正10年
石橋楼はうなぎ料理を中心とした専門料理店に変わります。大正12年の関東大震災以降、被害の少なかった世田谷に移り住む人たちが増え、三軒茶屋の人口も急増し、商店街はますます発展していきます。そうした時代の流れを受けて、石橋楼は大正14年、喫茶部と玩具部を併せ持つ店として建物を作り替え、名前も石橋屋商店と改めます。モダニズムの時代に呼応するようなスタイルを取り入れた店作りは、町の文化をリードしていきます。しかし昭和11年、道路改正によって店舗の移転を余儀なくされます。そして通りを一つ隔てたところへ新しい店を出し、今度は喫茶と洋食中心の店として、名前も茶寮石橋と改めます。しかしその後は戦争の勃発で営業が困難になり、昭和17年ついに休業することになります。そして昭和20年5月、建物強制疎開令によって建物も取り壊され、三軒茶屋の中心的役割を果たしてきた信楽、そして石橋屋の長い歴史は終わります。世田谷の中で、まあ、大多数が のどかな田園風景の中で、唯一もう明治時代から町場だったわけですから、そういうまあ一種のなんて言うんでしょうか、世田谷のおへそにあたるようなこう場所だと思いますんで、今までずっと続いてきた三軒茶屋のイメージがそのまんま大きく発展してくれることが一番よろしいと思いますよね。現在の茶沢通り入り口あたりにあった田中屋は、最盛期1000坪の敷地に宿泊施設を構えていたと言われます。しかし明治半ば頃火災で焼失し、その後は農業や洋品業などを経て大正10年瀬戸物店を始めます。しかし石橋屋同様、昭和20年の強制疎開令で撤去され、戦後再び同じ場所の一角へ戻り、今に至っているのです。さて田中屋に一つのエピソードが残されています。文久2年1862年に横浜で起きた生麦事件は、この地域にまで影響を及ぼし、街道筋の田中屋で村の役人たちが協議したという言い伝えがあり、田中屋が村の重要な場所だったことを示しています。もうこの商売じゃなくてもね、何でもいいですからね、まあ、田中屋っていう屋号をね残せば、もうこう昔ここにこういう三軒の茶屋があったその一軒だっていうことがね伝えられればねいいと思ってますけど。三軒茶屋からは数千年前にあたる縄文時代の遺跡が発掘されています。そんな遥か昔まで遡ることのできる三軒茶屋の歴史、この町は今キャロットタワーという大きな核を得て、商業や文化さまざまな面で変貌しようとしています。町の一角で使われている名前にも、その由来を探っていくと意外な世界が広がっていることがあります。野沢一丁目にある区立朝日小学校、そして校庭に保存されている石柱に記された朝日橋の朝日という名称、それはかつての世田谷と関わりのある地名なのです。時代は大化の改新まで遡ります。改新後、地方は国、郡、郷などに区分され、武蔵の国は21郡119郷に分けられたとされています。現在の世田谷区は昔荏原郡に含まれ、
その中に加賀四郷という今の世田谷区と目黒区にまたがる地域がありました。その加賀市という地名が朝日小学校と朝日橋の名称の由来です。なぜ加賀市と朝日という地名がつながるのかというと、実は時代の流れの中で加賀市がなまって発音され、いつの間にか朝日になり、かつての加賀四郷が朝日郷と呼ばれるようになったからです。朝日小学校や朝日橋の名称はその朝日郷から来ているのです。朝日橋は現在の上馬交差点のところを流れていた品川用水にかかっていた橋、その橋に朝日という地域ゆかりの名前が付けられたのは、地元の人たちにとって大切なものだったからでしょう。その朝日橋という呼び名をそのまま使った公共施設もありました。今の上馬交差点一角に昭和39年頃まであった朝日橋巡査派出所がそれです。現在その交番は移転し、名前も変えていますが、地域の中で伝えられてきた地名がこういう場所にも生きていたのです。現在の世田谷区と目黒区をまたいでいた朝日郷、その大きな地名が今も地域の一角に刻まれ、これからも受け継がれていきます。世界中に数えきれないほどある地名、それは地域の歴史や自然、人々のさまざまな営みを表し、後世に伝えるいろいろな内容や意味を含んでいるのです。